チーダンです、今回のウィニングレブのマイクラブ2010ウィニングレブ2019かのマイクラブをやっていきたいと思います。で今回、まあ、本日ですね、今動画撮ってるのがアップデート後、木曜日のアップデート後になります。でガチャの内容が変わっていて、で今回注目選手がねスペシャルエージェントで、このどこだフラメンゴとちょっとチーム名わかんないんですけど、あバスコダガマかの2チームの、注目ピックアップガチャじゃないな、注目選手かなのガチャになってるんで、今回はスルーしたいと思います。でコインを300貯めてたんですけど、ちょっと動画も撮ってたんですけどね、ちょっと動画の方がデータがなくちょっと見つからなくてですね、ちょっと動画上げれなかったんですけど、先週というか前回まで来ていたパラメーラスのねガチャをちょっともう我慢できなくて3回引いて、で出たのがですねこのドゥドゥっていう選手とウィリアンで、ウィリアンが2回来て被ったんで合成しました。その3人がパルメーラスガチャで出てました。ちょっとね動画も撮ってたんだけど消えてたんでね、ちょっとアップできなかったんですけど、この3人が出たということで、ただ使い道としてはちょっとねまだホスタンスカットでやってるんで、メンツがねまあこんな、まあ、前回メッシー引いた後の動画と同じようなメンツだと思うんですけど、うん。で、今日は、ですね、GP が34,000あるので、一回、こちらのコレクターズボックスのガチャを引いて、オンライン対戦、オンチャレですね、やっていきたいと思います。で、こちらの内容は、黒80人、まあほぼほぼ有名どころはいる。で金が204、銀が214で、5割以上も金か黒なんですね。もうこれは引くしかないっていう感じ で確率もね関係なく黒出てくるってことなんで、ちょっと黒1回引いてきます。じゃあ行きます。ちょっとね今後占ってって言ってもおかしくないようなガチャの内容だと思うんで、スペイン黒、お黒来た、えこれメッシじゃない、えあれちょっと待って、メッシ持ってったような気がする、メッシ持ってたな、あーキーパー金2人来た、うーんちょっと、このキーパームスレラ嬉しいな、メッシ持ってるから喜んでいいのかちょっとかなり迷うんだけど、確かメッシ持ってるよな、うわメッシ2人いるからもう食べさせようかな、これちょっと一応取っとこうかな、まあかぶりはしょうがない、まあ次回もメッシは出ることはないんで、ちょっとまた GP 貯めて回していきたいと思います。ただあキーパーの方がビュルキーからペディン、あ相性99、ムスレラも96、いいね、ペディンだと超えちゃうんでムスレラでスタンスカットでやってきました。で今回ライブアップデートが代表ウィークだったっていうことでやっぱり反映されてなくて、で全員 C っていう状態から
感じなんで、もうその選手自身がのコンディション安定の能力というかがすごい重要になってくるのかなっていうとこなんですけど、ちょっとそこまで気にしてる余裕もないんで、ちょっと1試合やってきます。今現在レート619、ちょっと勝率っていうとちょっといまいちですけど、まあ勝率を気にするほどうまくはないんで、そこはどうでもいいんですけど、あ、スペシャルマッチ、これは絶対勝ちたい。しかも初勝利ボーナスかかってるんで、だいぶ勝てば美味しい。で、相手は連敗続き。勝ちたいですね、これは。で、相手ムバッペ、結構前線、ナインゴランもいる。結構なんか、星さんの割に層が厚いような、あ、調子は悪くないな。右サイドの攻め度がちょっとあれかな。ちょっとコンセプトアレンジでムバッペはハードマークつけます。で、まあこの辺はそのままでいいかな。ショートフリーキックもいい。これでいきましょう。相手結構前、まあ、中盤にナインゴランもいるから弱くはないんだけど、まあ相手連敗してるっていうのが、ちょっとスペシャルマッチなんでね、負けられないっていうところで、なんかセルティックのユニフォーム見ると俊介を思い出すんですけど、なかなかボールカットできないな。ちょっとボールキープして読まれてるな。あんま下手にボール回して取られるのも嫌なんで、あー、こういうとこ。スターリングか。おしまいボール。もう判断早くしていかないとね。もたもたしてると相手のプレスがなんか早いんで、クロスを上げていきたい。あー、取られる。無理にでも上げればよかった。うわ、そこやばいな。危ない危ない。クリア。OK。これもカットして。カットできない。体強いな、こいつ。縦。OK。カット。一回落として。スアレス。あー、できないか。カットしたいけど、ファールか。ここカットしたい。ちょっとボールを落ち着かせたいな。封じかな。あー、かわせないか。マイボール。チャンスがあればクロスを上げて終わりたい。
ちなかなかクロスを上げさせてくれないな。こっからクロス、こぼれ球、な、取れない。ナインゴラン、ムバッペでカットして、うわ、ナイス。ムスレラは低弾道持ってるんで蹴ってきます。なかなか相手クロス警戒強いな。あー、そっちじゃないんだよな、カーソル。まあ取れたからいいか。うわ、パスミスがひどいな。レバンドスキーがこっちか。スアレス、おっ、あーほん、あー欲しいな。ドンピシャだったんだけど枠いかなかったか。あー取れない。うん、相手結構ボールキープ率いいな。ちょっとね、ボールは支配しておきたい。こういうとこでカットされたくないんだよな。もらったかな。オッケーオッケー。ここはうまくカットできたかな。取れないか。カウンター、サルス、あー戻りか。ちょっとこの勢いでレバ、キャッチされちゃうの。そ、まあしょうがない。まあ1点入れれただけでもいいかな。思った以上に支配率が58持ってるんだな。もうちょっと相手にボール回されてると思ったけど、レバンドフスキーをもうちょっと出しといて60分ぐらいからチャロフ投入したいと思います。なんでレバンドスキーにできればもうヘロヘロになるまで。あー、カットか。ナインゴラン強いな。レバ、ああレバンドスキーはもうバテバテになるまで走らせます。ああ、出すって分かってたんだよな。レバンド、あー出るかな。あー出してないのか。最後レバンドスキーシュートを打たせたいな。
うわ、マーク離れちゃったな。レバンドスキー交代、チャドク。ちょっとスペシャルマッチなんで、まだ時間あるから、なんとか1点入れていきたい。ちょっと攻撃意識高めて、ムバッペのハードマークずれたか。やっぱ勝っちゃいたんだけど、ナイスキチャロフに出したいけど、ヒト貸してくれ。あー取らねえか。ああ、味方同士でくしゃってる。ああ。キーパーに出して。ああトラップギア狙うとか。うわ入っちゃうかそれ。やっぱハードマーク外したまんまはまずいな。スペシャルマッチだから勝ちたいんだけど。これはクロス上げて、あれマジか入んないか。もう時間もないな。あーこれは終わったな。せめて最後1点。ああ通らんか。うわ事故ってる。ああここで終わるか。スペシャルマッチだったから勝ちたかったんだけど、まあしょうがない。先制したのは良かったんだけどな。
よいしょよいしょに相手にいい選手がいたな。まあそれ言ったらこっちもスワレス、レバンダスキとかいるから何も言えないんだけど、まあウィークリーポイントはまたゼロから。わ、結構契約選手切れたな。7800、やば。ちょっとまあ最後バタバタとやられた感じだったけど、やっぱハードマーク外しちゃったのが痛かったかな。とは中盤、中盤というかセンターバックか、センターバックいい選手いたかな。あ、バランがいるか。ここ一人バランに変えて中盤の選手の質を落とすのもありかな。中盤で使うってなると誰か。あ、レバンドスキーを、あ、モデストに変えるだけで星さんで維持できるな。やっぱバランは外せないか。うん、ちょっと次回はこれでやっていきたいと思います。じゃあまた次の動画もよかったら見てください。